化け物だこりゃ。あ、お前らぶっ殺すぞ、おら。あ、みんなぶっ殺せぶっ殺せ。おのれ、お前らぶっ殺せしか言えないのか。なんとしてでもこの中から本物のニクソンを発見せねばなりませんな。しかし、どれですかね。やっぱ真ん中のこの一番活かすやつですかね。いや、俺はあのマンドリルが怪しいと思ってる。いや、私はあの鳥のどちらかだと思いますけど。うりはな、あのぐちゃぐちゃのやつだと思うぜ。たかっ、とおら、とぉ、うほうわ、鼻綿を食いちぎる気がこいつ、お願いです。あのニクソン、目を覚ましてください。嘘だ、おめえがいないとみんな困るんだ。だから戻ってきてくれ。そうです、ニクソン、あなたは私の一番弟子なのだから。あ、そうだニクソン、あれだ、あの起きろ、人間の心を取り戻すんだ。バカなやつだぞ。あの中に本物のニクソンがいると思ってるだからな。俺様がここからじっくりやつらが全滅するのを待つとするか、眺めてな、退屈しろってやつだよ。なるほど、ドクターマラシリトの目論見は全て暴露されたでいいね。独り言ってのは怖いでいいね。バカだな、おばヤンディバズ、お前なんでここにいるんだ。よし、マラシリタワーに潜入するディ。おお、ヤンディバンズ、そういう時はこの飛べる俺にも手伝わせてもらうぜ。あんたはマッチョ高倉。おお、俺はやはりあの正義を愛する人々だから、こういうのは見逃せないっていうかな。行くぞヤンディバンズ、ディッシュ。くくテレビ見たぜ。しかしな、マラシリタワーには恐ろしいドラマの数々が仕掛けられているのだが、俺様はそういう用心深さも兼ね備えて持っているからな。さあ、どこまで持ちこたえられるのか、高倉、ヤンディバーズ。なんだと、そんなことが あったのか。お前は電気ストーブマンか。なぜここに。いや、あれだ、フットの任務と重なったんで、このオーストラリアに来たのだ。話は聞かせてもらった。私もタワーに潜入する。俺、奴も来てしまったマルトとったがまずいな。